北海道に本社がある回転寿司チェーンのご紹介。1店舗だけのお店は今回はご遠慮いただいています。北海道は回転寿司もうまいみたいな話を聞くと思うので、とりあえずここ行っとけみたいなお店を簡単に紹介する動画が今から流れます。まずはトリトンです。本社は北見市です。北海道の回転寿司といえばまず上がるのがここ。道外の方でも名前を聞いたことがあるのではというくらいの超有名店、スカイツリーにもあります。トリトンは北見市で1989年に誕生しました。現在道内に13店舗展開しています。ネタの鮮度、大きさ、シャリとの絶妙なバランスで価格以上の満足感が得られると評判のお店です。お持ち帰りする方もたくさんいらっしゃいます。北海道の回転寿司はハイレベルという評価を決定づけた回転寿司チェーンと思われます。お寿司の価格帯は120円から530円です。根室花丸。根室市発祥で現在本部は札幌にあります。今やトリトン以上の評判とも言われる根室花丸は道内に9店舗、東京に3店舗あります。また回転しない寿司屋の業態も展開しています。道東根室をはじめとした産地直送のネタの数々を使用し、創作に走らず素材を生かし王道で勝負しています。他の業態も含めて札幌中心部に店舗を多く展開しているのも特徴です。価格は130円から420円のお皿がありました。祭り屋。本社は釧路市にあります。バラエティ豊かなメニューを求めならここをおすすめします。常時200種類を超えるメニューが揃っています。メニューが多くてもタッチパネルがあるので見やすく注文も簡単です。メニューが多いだけでなくネタも新鮮でとにかくでかいのが売りです。128円から598円のお皿がありました。名古屋家庭。発祥は先ほどの祭り屋と同様に釧路です。もはや説明不要な人気店です。そもそもこの動画のお店すべて私が紹介するまでもない人気店です。活気ある店内にこだわりの食材が揃います。こぼれいくらでも有名ですが、他のネタもシャリからはみ出る大きさで見るだけでも満足感があります。もちろん味も文句なし。135円から580円のお皿があります。こぼれいくらは1040円です。わらく。本社は札幌です。
本物の味にこだわり、創業から一貫して職人の手で寿司が握られています。店内は落ち着いた作りとなっており、静かに寿司を楽しみたいお客さんに支持されています。ここまで紹介した5店舗のマグロを比較します。撮影の角度も明るさも時期も違うので何の比較にもならないと思いますが、こんな感じです。